最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はサンドピット、残り 200m、 先頭はサンドピット、先頭はサンドピット、シガー抜けた。サンドピット追いすがります。阿武隈ポーロ伸びません。シガー1着、2着にはどうやらサンドピット、勝ったのはシガー、見事な勝利です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。マティアラ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくマティアラ行きました。続いて前へ行くのはミュージックシンデレラ、さらにはイージーシャワー、11番ダンスパートナー、その後ろクリムゾンチャーリー、後方からもう一度先頭からマティアラ先手を取りました。ミュージックシンデレラそのうちに続いています。並んで12番イージーシャワー、スパイホルム、この馬もこのグループ、内からはソリッドコロナ、並んで7番レイディーカーラ、マッハレインボー、この馬もこのグループ、すぐ隣にハードジャーニー。では前の方から見てみましょう。イージーシャワー先手を取りました。11番ダンスパートナー2番手を追走しています。その外からミュージックシンデレラ、その隣にスパイホルム、ソリッドコロナ、そのうちに続いています。 1000m を通過しました。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から先手を取ったのはイージーシャワー、その後ろにマティアラ、さらにはミュージックシンデレラ、好位置をキープしています。ダンスパートナー先頭は依然としてイージーシャワー、マティアラほとんど差がありません。3番手にダンスパートナー、絶好の手応え。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はダンスパートナー、ダンスパートナー先頭、あと 200m、 ダンスパートナー先頭だ。残り 100m、 ダンスパートナー先頭、2番手はスパイフォルム、ダンスパートナー1着、ダンスパートナー完勝、ダンスパートナー1着、2着はスパイフォルム。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダンスパートナー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。グローブミズーリ、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくグローブミズーリ行きました。続いて前へ行くのはプラウドリーフ、さらにはマウントウィング、9番スピニングワールド、その後ろサファイアミニスター、後方から、それでは先頭からグローブミズーリ先手を取りました。その外にマウントウィング、その外からリアルアクト、黄色の帽子、トロットサンダー、いい位置につけました。スピニングワールド、そのうちに続いています。その外にバイスバッグ、サマージャスミン、それに続きます。すぐ後ろにサファイアミニスター、赤の帽子、ドクターサウンド、その後ろ各馬がターフの上を駆け抜けていきます。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。前に戻りましょう。グローブミズーリ先手を取りました。すぐ隣にサンフォードディガー、先頭は依然としてグローブミズーリ、サンフォードディガーほとんど差がありません。ブロードライト3番手、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってサンフォードディガー先頭、あと 200m、 足からに伸びてきた。トロットサンダーまだ後ろ、ちょっと厳しい。スピニングワールド、かわす。スピニングワールド1着、2着にはどうやら足からに、勝ったのはスピニングワールド、見事な勝利です。
こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。河内サタデー前に行きそうです。ミルスパーク、それに続いています。さらにはシャープチケット、1番リジウッドパール、その後ろ。それでは先頭からミルスパーク先手を取りました。10番河内サタデー2番手を追走しています。リジウッドパール、そのうちに続いています。その外にアカーリッド、ノースウォード、そのうちに続いています。内からはタイムリーストリート、シェイクザヨーク、そのうちに続いています。その後ろにハライイール、黒の帽子、サニーマリーン、その後ろ。すぐ後ろにイージースマイル。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。前に戻りましょう。ミルスパーク先手を取りました。先頭は依然としてミルスパーク、2番手はシャープチケット、アカーリッド、3番手河内サタデー。いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってリジュードパール、リジュードパール先頭、あと 200m、 リジュードパール先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。河内サタデー追いすがります。先頭はリジュードパール、1着でゴール。リジュードパール1着、2着にはどうやらミューシー、勝ったのはリジュードパール、見事な勝利です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭はストリートブルーム、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はペンパイ、先頭を捉えるか。残り 100m、 ストリートブルーム厳しいか。ペンパイ内から一気にストリートブルーム、ストリートブルーム、ストリートブルーム、1着、2着にはどうやらペンパイ、ストリートブルーム、見事1番人気に応えました。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭に立ったマイネルブリッジ、マイネルブリッジ先頭、マイネルブリッジ先頭、2番手は優勢トップラン、先頭はマイネルブリッジ、1着でゴール。マイネルブリッジ1着、2着にはどうやらクロスエリート、見事に勝ちました。マイネルブリッジ優勢トップラン敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。